感じてるんだこのつながりを Just come together now バラバラな思いも一つになれることを信じて One Would you wanna be the one? Yes or Rebel 逆襲日比谷で会おうぜ心地いいねオーバーヒート振ればソウルレベルに来れば気分はもうパラダイス夢の中泳いでいるような調子で行こうか今日も最高のダンスをいつもの仲間が集まり出すとなぜか自然と歌が始まりです。いやまあ皆さんお元気ですか、ムーミンです。音楽の秋、レゲエの秋、ソウルレベルの秋ということで皆さんソウルレベル2015、2年ぶりの開催ということで今から楽しみにしております。皆さん会場でお会いしましょう。ムーミンでした。ソウルレベル2015に出演するプシンです。ソウルレベルが久しぶりに、復活ということでまた私も気合が入ります。毎年やってたソウルレベルは秋のですねこう冬の前の夏の終わり の, あの気持ちいい時期にある本当こう東京のですねあのど真ん中でやるレゲエフェスなのであの皆さんぜひ遊びに来てください。たくさんのアーティストもいっぱい出るので私もみんなのアーティスト の, あのパフォーマンスを見るのも楽しみにしております。ということで日比谷野音ですよね、日比谷野音で待ってまーす。いやワークワーということでマイティクラブですけど、はい、9月26日ソウルレベル逆襲日比谷野音でございます。なんとマイティクラウン実は初登場なんでございます。ありがとうございます。ということでロックしに行くから Yeah, come listen to some real reggae music ソウルレベルお待ちしております。 QD6 日比谷野音でマイティクラウンでした。ウェイブ TV をご覧の皆さん、ソウルレベルを楽しみにしてる皆さん、こんにちは、ドーザイレブンです。もうすぐソウルレベルです。僕は、だいぶ久しぶりです。ね。昔出させてもらいました。その時はわーっと盛り上がってました。また、わーっと盛り上がると思います。ね。みんなでわーっと盛り上がって、アイリーな時間にしましょう。ドーザイレブンでした。みんな、見に来てちょうだい。いやー。はい、こんにちは。ランキータクシーです。リコちゃんでーす。ね。実の娘より年下です。多分ね。で一緒にボンボヤージ歌うからね。9月26日よろしくお願いします。 Yes, yes. もうあの日本もいろいろ大変なことになりますけどプレッシャーに負けないようにみんな日比谷の野音から出た交差点からちょっと国会議事堂とか見えるのから一度見といた方がいいよ本当にね。ですぐあの野音の隣に立ってるのは厚生労働省ね。まあっていうかあのさ何だっけあのちょっと待ってあれだってたっけあの労働、労働時間多すぎてお金を余計に、何て言ったっけあれお金を、だから残業手当残業手当削るとかさとんでもない話になって急にそんな話が出て言葉が出てこなくなったのは老化現象ですということで9月26日土曜日はですね、16時オープンスタートで、たくさんの人が来ますのでちょっと忙しくなるからねみんなね、いろいろ準備して楽しくやろうぜ、ね、風邪ひかないように来てください。お会いしましょう、ね、はい、リコちゃんでした。ランキングでした。はい、どうも。いい子なもんね。大丈夫。 What's up everybody 皆様ご機嫌いかがですか。私スピンナビルと申します。どうか一つお耳知りおきよ。Greetings。 私自ら病気と名乗る男平成のいやらしけスピンナビルオンソウルレベルウェブサイト、はい、ということで
来たる9月26日、東京は日比谷野音で行われるソウルレベル2015にエントリーしております。実は以前、ジョーザ・スカイウォーカーにフィーチャーしてもらった曲、音の降る島を、一曲やろうということで、ソウルレベルのステージ踏ましてもらったことがあるんですが、今回は、まあ、正式エントリーということで、がっつり自分の名前クレジットしてもらって、本当に嬉しく思っております。最高です。で、バックバンドは、ホームグローン、you don't know. スピナビルド・ホームグローンは間違いない仕事をするってことになっております。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあ、ネガティブなこといっぱいありますけれども、東京のど真ん中日比谷へ呼んで、思いの丈を響かせて、歌声にして、もしみんなで大合唱とかできたら最高かなぁなんて思っております。こんな感じ。拡散したい一つの愛この歌に込めてその耳元へも無傷じゃないでも抱きしめたい諦めないからワンローバゲンの拡散したいソロレベルの愛この歌に込めてその耳元へも無傷じゃないでも抱きしめたい諦めないから One Love ソルレベル2015でお会いしましょう。スピナビルでした。ブレイソルレベル2015 Yeah 10.26 土曜日絶対来いよマグナムスッソ A1 クロスブーン逆襲今週の26日、ソウルレベルが年ぶりに、フィアの4でありますんで、皆さん楽しみにしてください。オリジナルザ・ジュー1万バンバクアタック、アタックアタック、カラクタックアタックまでソウルレベルに遊びに来てください。オリジナルザ・ジュー1万スウェーダー。待ってます。リズムとステップともにインディースタイム解放するサンダーアンプライドリズムとステップともにインディースタイム解放するぜソウルレベルグリーティングスこいつを見てる皆様ひなわじゅうです。当日はみんなで楽しめるよう頑張りますのでぜひよろしくお願いします。ソウルレベル皆さんこんにちは。大阪を中心に活動中、平成の魔法使いことキラでございまーす。なんとこの度、今年の9月26日に日比谷大音楽堂で開催されます。でれん、ソウルレベル2015逆襲に出演させていただくことになりましたー。やったー。はい、ということで、ソウルレベル2015逆襲ものすごいメンバーになっておりまして、キラがここに呼ばれたという呼んでいただいたということにびっくりしております。がしかしライブぶちかましたいと思ってますので、関東にはねそんなにしょっちゅう行けるわけではないのでぜひ、関東のファンの皆さんにもこの日日比谷大音楽堂にお集まりいただきたいと思います。このイベントにとって何かキラがいい役割をできますように皆さん応援よろしくね。では9月26日は日比谷大音楽堂ソウルレベルにお集まりください。みんな待ってる。リズム TV をご覧の皆様こんばんは。ギアマンです。ユキラです。26日のソウルレベル、私も楽しみにしていますし、みんなも楽しみにしていると思います。というわけで、26日は会場でお会いしましょう。バッチリレゲエのパワーを感じていきましょう。 Rhythm TV Soul Rebel Big up Soul Rebel People リアルチャクラオリジナルシンガー Yeah, 闇のスタイル Tonight 夢を見ているまるで映画のワンシーン誰
のでもない君だけのストーリー。9月26日日比谷ヤオンでお待ちしてます。チャクラでした。This is the Smallax Jesserald inviting one and all lovers of love in Japan to Soul Rebel, 26th of September. Be there, Rastafari. Opa, love ya! で、僕らチェルシームーブメント、チェルシーはもう、オープンからやりますからね。オープンは何ですか、もう4時です。もう 4時です。もう4時には僕らやっちゃう。じゃあもうあとは出ないぜひ皆さん早く。よろしくお願いします。ビーゴヤマン、ホームグロンです。イエー、ソウルレベル2015。2年ぶりの復活、実は3年ぶりの復活、14回目かな、もう1回目からホームグラウンドは出演させていただいてます。もうね、野外フェスの老舗的なイベント、なんで、がっちりやりたいと思います。もうこのイベントはね、もう本当にもう1回目から思い出めちゃ詰まってるんで、気合入ります。日比谷野外音楽堂で会いましょう。プレプレホームGでした。セージマン、イワシ、ユキ、ママ、タンコです。ソウルレベル2015逆襲、まあ、今ねみんな今ちょうどリハーサルをやってるんですが、まあまあリハーサル見なくても分かってることですけど、とにかくそのレゲエの日本のレゲエのかっこいいところをすごくたくさん感じてもらいたいと。それはもう選曲もあるしね、そのホームグローンの音もあるし、各アーティストのその魂のね叫びもありますので、ぜひ日比谷野外音楽堂 Soul Rebel 2015逆襲お待ちしてます。僕も皆さんと同じで見るのが楽しみです。出演者ですが、お待ちしてます。 See you at Soul Rebel 2015逆襲バナでした。